デメゼカンヨシミツ。那2年4月1日は、桃山時代から江戸時代初期にかけての面出し。越前国大屋の人。能面制作の名人で、豊臣秀吉によって、天下一の称号を許され、子孫は代々面打を世襲した。90歳で死去。デメゼカン吉万作の能面、天下一の称号は、秀吉が部下の武将の先行の際、 当初は千里宮に鑑定させた茶器を与えていたが、後には能面を章として与えるようになったため、付加価値のある多数の面を必要としたためでもあった。京都の大号寺覚坊の仏師三つ森、構造には、税関吉光に、千だって称号が与えられている。近世の面だには、王のデメや、越前デメや、王三遺跡家があったが、いずれも越前国平泉寺の僧で、 室町時代末期に出た三工房光宏の弟子筋とされている。ゼ関義満は三工房からは孫弟子にあたり王の出名への祖となった。江戸時代はこの三屋が代々面打を世襲した。なお、是暇に始まった王の家の三大助左衛門は面を打たず農薬者となったと伝わる。養子となり家業を継いだのが上手と言われ、 天下一を許された四大道次郎であり、以後、幕末に至っている。彦根城博物館、福岡市博物館はじめ海外などにも作品が伝わっている。延岡市の文化財延岡市、ありがとうございます。